今日は五章です。和議を結ぶと見せかけて不意打ちをするなんて、雅子さん出てきてますね。本当に和平を結ぶことはできないんですか。巫女。おう、お嬢さん、あなたはご存じないかもしれませんわね。何ですか。源氏と平家、鎌倉殿と帰りナイフが同じ天をいただくことはないでしょう。どちらかが勝ち、どちらかが負けることになります。はい。一の谷の防備を固めろ。けれどそれではことを構える気だと思われてしまうのでは。和議がまとまらないのではありませぬか。帰りナイフ殿、いっそ使者を切ってそのまま京に攻め上ってもいいぜ。兵の数を見ていってるか。せめて冬まで待て。しかし和議は、和議はどうなるのです。和議は俺も成功させたい。だがここは一の谷だろう。俺が知る通りなら平家が負ける、敗北する。三草山の歴史は変えた。もう一度歴史を変えるためには、一の谷付近の特に崖下に防備を固めておけ。ああ。崖下とは面用だ。お、新しい人。机上の武者ならばあの崖は通れまい。あくまで念のためですよ。和議がなるかもしれませんし。平家の正面の陣は東の生田だ。生田の陣容こそ充実させるべきだろう。何を言い争っておる。敵は源氏、一族で争うでない。重盛、そなたは一の谷に備えが必要と思うのか。ああ。なれば皆聞いてやるがよい。僧侶を助けてこそ一族であろう。一の谷は俺が行きます。忠則殿には雪見御所と雨御瀬たちをお願いしたい。源氏勢が攻めてきたらお二人には生田の陣に退避していただきます。生田は友盛。分かってるよ、俺だろ。源氏が来たら赤い血の顔を見せてやるさ。ああ、これあの人はどうしてるんだろうって選んでみる。こんなことになってしまって一体なんて言うだろう。あ、なんか選び放題。ひろゆくんをとんでもないことに巻き込んじゃった。弁慶さんならアドバイスをくれるとも。ゼル君どこにいるのか。この人に聞いてみたい。一体どうか。おお、すごい盛りだくさん。そういえば姿が白龍かな。これちょっと見てみる。あー、すごいね。これ全然気づいてなかったよ僕。では影時さんは命令を聞いてしまうんだろうか。影時さんはどこにいるんだろう。あ、あそこにいるのは、なんか明るいところでこのポーズ見るの初めてかも。影時さん深刻そうな顔してたな。待って、影時さん。ん？ああ、どうしたの。影時さん大丈夫ですか。そのすごく落ち込んでるように見えますよ。そうかな。そっか、はために見ても落ち込んじゃってるか。参ったな。すぐにも源氏を率いて戦わなくちゃならないのに、将がこんなんじゃ大変だ。みんなに見られる前に空元気だけでも出さなきゃね。源氏を率いて戦うって、平家との和平は結ばないつもりなんですか。しょうがないさ、頼朝様のご命令だからね。しょうがないってそれでいいんですか。簡単に諦めてしまうんですね。嫌だと思うなら止められないんですか。そんなに頼朝さんが怖いんですか。これかな。そんなに頼朝さんが怖いんですか。ああ、
頼朝様は恐ろしい方なんだよ。俺なんかとてもじゃないけど逆らえる方じゃない。だからって景時さんは戦いたくないんですよね。どうしてそんなに。頼朝様がすごいだけじゃないんだ。俺はダメな武士だから命令に従うしかないんだよ。ダメな武士ってどういうことですか？俺ってさ、昔から何をやってもダメだったんだよね。武芸の稽古も嫌いでさ、武士として大成しないって親父に見限られたんだよ。それで子供の頃に京へ陰陽道の修行に出されたんだ。ああ、今は立派な陰陽師じゃないですか。俺本当はちゃんとした陰陽師じゃないんだよね。陰陽道の修行もそれなりに頑張ったよ。でもいつまでたっても見習いのままだったんだよね。そんな中途半端なまま親父の病気で故郷に帰ることになって、陰陽道の修行もそれっきりさ。俺ってちゃんと最後までやり遂げたこと何にもないんだよね。今まで、多分これからもね。景時さん、中途半端なままなんて悔しくないんですか？どうして笑いながらそんなこと言うんですか？そこまで達観しているなら私が言うことはないです。いや、どうして笑いながらそんなことを言うんですか？泣いたって嘆いたって何も変わらないよね。俺はいつまで経ってもこんな俺のままさ。だったらせめて笑ってる方がいいと思わない？深刻な顔してても疲れるだけっていうか、気を張ってるのは性に合わないんだよね。君にも笑っていてほしいな。ほら、俺のことなんかで深刻になるなんてそんなだけだよ。俺なんかさ、ダメな人だなって笑っちゃえばいいんだよ。景時さんを笑えって言われたって。景時さんはダメなんかじゃないです。そう言ってくれるのは嬉しいけど、ごめん、俺は俺だよ。そろそろ行かなきゃならない。俺は福原の正面、生田から攻めるよう命じられてるんだ。九郎たちとは少しお別れだ。景時さん、あ、私も景時さんと一緒に戦います。今の景時さんを一人になんてできません。不意打ちとは言っても生田は真正面からの戦いだ。絡めとの九郎の部隊よりずっと危険な戦いになるんだよ。危険とか安全とかそんなこと関係ないです。本気なんだ。わかった、九郎たちに掛け合ってくるよ。話はわかった。九郎さん、一の谷を攻める絡め手は俺と弁慶、それと先生の3人で何とかする。でもこれ、険しい崖から攻めてくださいって僕正面の生田の森の平家は任せたぞ。景時よいってね。戦の前だぞ。そういう兵に見られたら示しがつかないだろ。今の御意は良くない御意でしたね。陣の中なんだから大丈夫だって。回り込むには時間がかかる。そろそろ出るぞ。はい先生。これ大丈夫かな、九郎さん。二手に分かれると人数が少なくてちょっと寂しいけど許してくれよ。これだけの人数がいれば十分ですよ。こちらの段取りはどうなっている？雅子様の合図があったら生田の森から福原を攻める。今までとは比べ物にならないくらい激しい戦いになるだろうけど、なんとかなるよ。うん、俺たちは奇襲を仕掛ける側なんだから十分に勝てるって。景時殿、御台様の合図です。え、もう早いな。雅子さんが今吹いたんかな。じゃあみんな、ちゃちゃっと平家を倒しに行こうか。あ、日の江くんおる。あ、佐久さんもおる。嬉しいね。あ、間違えた。生田神社、お、行きます。
智盛殿、これ新しい部屋。源氏の本体が攻めてまいりました。なんなんやろな、この厚着とも薄着とも言えないようなこのなあどこを守りたくてどこを守りたくないのかって感じような。え、源氏、ああ、オクラのことね。騒がしい。申し訳ございません。ですが敵がそこまで。俺が戦ってやるさ。騙し討ちでもしないと戦えない腰抜けどもだろう。どうということはない。ここでやっつければいいんかな。俺がかっこいい叩き潰してやるさ。かっこよすぎるやろ。ついてこい。多分僕玉井の友森さんルートあってたら行ってたと思う。友森殿お言葉ですが攻め込むにも準備がまだ。くどいんだよ。遅れるようなグズを置いていく。わかった。よし、この先の敵陣さえ突破すれば勝利は目前だっと。ここまでは順調でしたが、ここからも大丈夫でしょうかね。どうだろう。不意打ちの効果がどれだけ続くことか。そろそろ陣を立て直してもおかしくない。景気の悪いことは言わないでよ。せっかく勢いに乗ってるんだからさ、最後までこの調子が続くって信じていようよ。おう、うわ、なんで後ろから時の声。くだらんな、こんなものか。智盛殿に続け。智盛、もっとだ。俺を楽しませてくれるやつはいないのかよ。ここにいるぜ。後ろの方がヤバいんじゃないの。井上くん、皇族の部隊が分断されちゃってる。本当？ああ、これまずいよ。何かまずいのか。そりゃそうさ、皇族の部隊がやられちゃうってことは先頭にいる俺たちが囲まれちゃうってことなんだよ。大変じゃないですか。どうするんです。なんか謎空気になってる。こういう時は聞くしかないって。後方を拡大している部隊を叩くために転身転身。影時殿、その敵部隊がこちらへ突っ込んできます。天神天神みたいな。とにかく敵を突破して幾多の森の手前まで引き返すんだ。ん、それからの戦いはひどいものだった。平家の反撃を受けた源氏の軍は勢いを失ってまたこれ源氏も平家も見通しの効かない森の中で、激しく戦い、どちらが勝っているかもわからなくなっていた。戦いの中で私は仲間とはぐれ森の中をさまよっていた。どちらに逃げたらいいかもわからない。ただ味方に会えることだけを信じて戦い続けていた。あ、どっちへ行ったら味方に会えるの。さっきから平家の怨霊の姿しか見ていない。もしかしてこの辺りはもう平家が占領してしまったの。望みを捨ててじゃダメだ。きっと仲間に会える。何の音、人が来る。現実、それとも。なんだ、こんなところに女武者だと。武者じゃないんですよ、巫女なんですよ。あの姿、三草山で怨霊を封じていたっていう。そうそうそう、源氏の巫女じゃねえのか。あの穏便に源氏の巫女だと。捕まえたら大手柄じゃねえか。生きてね。慌てるなよ。源氏の巫女ってのはあんな娘の姿で根っこ強いらしいんだ。まあね、そこそこ怨霊を消しかけて弱らせてレベル上げてるから。源氏の巫女ってのは侮れないな。ダメだ、さっきからの戦いで息が苦しい。でもそろそろ限界みたいだぜ。そら、よく防いだな。だが剣も足元もフラフラみたいだな。剣
剣が重い。次の攻撃を防げるかわからない。そら、こっちからも行くぜ。ダメ、もう次はかわせない。影時さん、助けに来てくれるって信じてました。嬉しいこと言ってくれるね。そんなこと言われたら俺張り切っちゃうよ。おのれ、みすみす手柄を逃すわけには。やめろ。あ、違う違う、大事な人なんだ。影時さんの銃か。お前たちに手を出させるわけにはいかないな。撃たれたかどうか。さあ、今は体勢を整えてる最中なんだ。俺たちも森の外へ急ごう。はい。めっちゃ綺麗な海来たね。ミコ。あ、サクさん。よかった。無事に帰ってきてくれて。迷子になってたみたいで。白龍、サク、みんな心配かけちゃったんだね。すみません、先輩を一人にしてしまうなんて。巫女を一人にしてしまったのは私たち全員の落ち度だ。そんなことないよ。みんなからはぐれちゃったのは私にも責任があるんだから。ま、無事に帰ってこられたんだからよかったんじゃないの。お姫様に怪我でもさせたら大事だけどね。大丈夫だったよ、影時さんが危ないところを助けてくれたから。影時さんすごいですね。正直驚きましたよ。あんな大勢の敵のただ中に一人で引き返すなんて。そうかな。これぐらい一軍を任される将としては当然っていうか。今日だけは兄上を見直しましたわ。皆が引き止めるのを振り切って助けに行くなんて。どんだけ評価低かった。な、何を今更言ってるのかな。あ、この立ち絵でテレは初めて見ると思う。これで本当の俺が分かっただろ。影時さん、あなたはダメなんかじゃないよ。助けに来てくれて嬉しかった。本当はすごいですね。いや、嬉しかったですよ。そりゃあね、君を戦場に残して見捨てるなんてできるわけないだろ。どうして。大事な人だって言ってくれた時、とてもすごく嬉しくて安心したんです。そうだったんだ。でもみんなの前でイチャつくのやめなよ。そんなに感激してもらえるなら俺も冥利に尽きるよ。これが春だったら梅の枝とか刺しちゃってさ、もっとカッコつけられたかな。ん影時さんたら。さすがに梅の枝は子供っぽかったかな。ようやく笑ってくれた。やっぱり君は笑ってる顔が一番いいよ。本当？これからも笑っててほしいな。それね、こっちの気持ちなんよな。それは影時さん次第ですよ。ああ。割と似た者同士なのかな。影時の反撃の準備整いました。よし。え、あ、もう早いね。もちろんです。全員この度は影時さんとのイベントに興奮してしまい、勢いのまま不適切な発言をしたことを深くお詫びします。先ほどは平の友鬼目にしてやられましたが、皆雪辱に燃えております。うわ、すごいやる気だね。あんまり待たせるのも悪いし、ここのみんなは準備できてる？おう、もちろんよ。当たり前だろ。反撃するならとっとと始めようぜ。剣研いでいたんだよね。みんな影時さんの号令を待ってるんですよ。じゃあ行ってみようか。敵は幾多の森の平の友森だ。友森さんと今度は俺たちが戦う。平家の連中を脅かす番だぞ。脅かそう。よし。ごめん、ちょっとトンコ。この1マスで戦うのですらうか、いや。よし。
智森様、源氏の増援が到着した模様。沖へ撤退しなくてもよいのでしょうか。帰りナイフ殿からの伝令は帝を逃せと言ってきただけだろう。ちゃんと沖へと移し立てまつったじゃないか。忠則殿までつけてな。ならばここを守る意味もありますまい。早くお身を、お身も俺のことは俺の好きにさせてもらう。おう、キモいな。いい増援が来たんだろ、楽しめ。おい、やっとらないかい。来たか。あ、智森殿。厚森か。三草山で消えたと聞いたが、落日の一門に合戦に来たってわけじゃないんだろう。私は一門を捨てたのです。音量は浄化しなくては。俺とやるつもりか、お前が。いやー、あなたは平の智森。いや、好戦的に行きたい。戦うなら私が相手になるよ。ほう、気の強い女だ。美しいと言ってもいいな。本当嬉しい。お前、名は？見たしてるよ。白龍の巫女、見たしてるよだよ。お前が源氏の巫女か。どんな女か気にはなっていたが、わざわざ出向いてくるとはな。面白い、一度手合わせしてみたいと思っていたところだ。おお、二刀流。くっ、こういうのをラッキーとでも言うんだろうな。ああ。来いよ、お前の刀の切れ味を試してやろう。かっこいい。いや、真剣に行きたいね。大丈夫。いや、日の江くんかい、あ、いや、影時さんかい。マダン、行ってみる。いや、強いな、当てるよ。日の江くんのバイクラは知ってるな。ちょっ、行け、マダン。俺にマダン当てようね。マダン、次こそ当てよう。いや、出るよ、強いって。あ、サクさんもいいね。ちょっと、いくよ、マダン。私は大丈夫。なになに、眠らせて。眠らそう。マダン、3回目のマダン。いや、倒すなよ。サクさん、手加減して。うん、いい感じ。よし、最後決めてくれ、マダン。いくよ。ガハハハ。もういいよ。楽しませてくれるじゃないか。銃避けるてか、銃当てるのが下手っていうか。お前は最高の戦女神。またサクさんが強くなりそう。なかなかやるじゃないか。楽しませてもらったぜ。私たちは楽しむために戦をしてるんだよ。ない託しても無駄だぜ。戦っている時のお前は実にいい顔してた。やっぱりお前とお前は、俺とお前は上代だな。お前と俺は同類だな。違う。そうか。これほど俺の血を湧き立たせたのはお前が初めてだぜ。沸騰しそうかい。ん、剣を交わし、お前の用は終わったのだろう。私の巫女に触れ、うわ、すごい聖なる力。大層な護衛がついてるじゃないか。巫女というのも真実か。いや、本当だよ。く、楽しみが増えたな。次も戦場で会おうぜ、源氏の巫女。あ、マジか、ここで倒しきるわけではないんですね。あの人、本当に戦いを楽しんでたの。私は同類。なに、ヌドキレオン。違う。巫女は、トモモリとは違う。わかるよね。うん。智森殿があのように血を求める戦い方をなさるとは。まずい相手に目をつけられてしまったようですね。いえいえいえ、楽しみで。まあ、智森殿がここで引いてくれてよかったよ。平家の兵たちも砦を捨てて逃げ始めたみたいだしね。逃げ延びる先は大和田の泊まりの船の上かな。追うのかい。追わないわけにはいかないな。九郎殿たちとも合流しないといけないものね。そういうこと。じゃあ大和田の泊まりに行くよ。おお、このまま行くんや。平家を追い詰めるつもりなら急ぐんだね。源氏には船がないんだ。沖に出られたら追いかける方法はないぜ。港ならこの先だ。うわ、
船が次々に沖に出ていく。追いつけなかったみたいですね。ゴザ船は見えない。主だった者たちはもう逃げていたのだろう。ってことは安徳帝も三種の神器も海の上だね。じゃあ帰りナイフも逃げただろうね。この福原の合戦は源氏の勝ちだけど、平家は結構な戦力を温存するのに成功しているよ。ということはまだ戦の態勢まで決まったわけじゃないのか。惜しかったの。あ、リズボン先生、僕たちが一の谷に着いた頃にはもう平家が撤退を始めていたんです。おかげでお前のほか早く合流できました。おお、みんな無事。お前たちが生田神社の平家を突破してくれたからだろう。ここで平家を逃してしまったのは口惜しいが、これ以上の勝利など望むべきではないかもしれんな。できることなら俺も堂々とした戦いで、決着をつけたい。ああ、よかった。みんな俺。あ、怖い顔してる。僕は急ぎの要件があるので失礼させてもらいますね。何やろこのタイミングで。弁慶さんの急ぎの要件って何だろう。ちょっと気になるけれど、詮索しちゃ悪いかな。立ち入ったことを聞かれるのは弁慶さんも迷惑だよね。うん。おお、勝ち戦の後には死が立つって聞いたけど、すごい人だな。一か、みんな嬉しそう。勝ててよかったな。本当よかった。おい、あそこを見るよ。勝ち戦に導いてくれた姫君がいらっしゃるぞ。おい、我のことか。え、どこどこ。いやいや、絶対自分でしかないだろ。本当だ、キョロキョロして何か探してる。いや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 、キョロキョロ。今度は考え込んでいる。何か気に病むことでもミコ殿にあるのだろうか。ミコ殿ってひょっとして私のこと。ともかくこの勝ち戦のお礼を皆で申し上げに行こうぜ。いやいやいや、わ、あんなにたくさんの人が私にお礼を。え、なにこれ。いや、みんなで俺なんか逃げたら、いや逃げ、いやこれ、いやみんなにお礼はもちろん言いたいけど、人がね、なんか逃げた先に影時さんがいるんじゃないかっていう期待を込めて逃げてみます。今は逃げよう。皆さんありがとう。ごめんなさい。また後でね。ああ、巫女殿が、お前の顔が怖かったんじゃないか。違いない。そんなことないですよ。皆さんお祭りを楽しんでくださいね。お、これはでもなんかある気がするんやけどな。うわあ、びっくりした。びっくりした。トモモリ殿。違うやんな。びっくりした。捕まったかと思ったやんな。帝、ご無事で何よりでした。途中恐ろしい思いはなさいませんでした。恐ろしい思い。平気だ、これぐらい何でもない。頼もしいお言葉を聞いて、この智盛も心強いです。帝に対してもこんなねっとり喋ってんのやばい。さすが我が一門の血を引くだけのことはある。トモモリ、サンキュー。生田はどうだった。とんでもなかったぜ。よくもまあ、あんなところに置いてくれたな。とんでもなかった。満足だろう。まあな、まだ血が震えている。あんないい女に会えるとは、思ってなかったぜ。ちょっとカエル化現象っていうの、こういうの思想。お前も見ておけばよかったかもな。強くしたたかで獣のような女だ。それ褒めてないです。へえ。おや、これはこれは、みんなで感動の再会ですか。これ森殿か、お久しぶりのようだが、風雅に生きるあなたは、うつつの戦には興味などございませんか。これはいいなこと。私は私なりに考えることがあります。その準備で忙しかっただけですよ。準備だと。お前一体何を企んでいる。偉そうな。
あなたに報告せねばならぬ理由などありません。私は私でやらせていただきます。お前も気に入られたもんだ、重盛殿。別に俺に反感を持つのは構わねえんだ。父親の重盛を慕うなら当たり前だし。平の重盛、平の清盛の嫡男で平の、これ森の父清泉は人徳のある人格者平の清盛に意見できる唯一のものとして神保が扱ったが病死した。へえ、お優しいことで。重盛兄上、お前は別にどうとも思ってなかったんだろ。だが準備か、気になる。友盛殿、無事だったのですね。よかった。二位の尼様、ご心配をおかけして申し訳ありませんでした、母上。良いのです、無事でさえあれば。お前たちが戦っている間、この母は生きた心地がしませんでした。今日も福原の都もお前たちと引き換えにするほどの価値はない。尼御勢、どうかそんなにお嘆きにならないでください。一門を守るため俺たちで手を尽くしていきますから。ねえ帰りナイフ殿、私たちはこれからどこに向かうのだ。とりあえずは屋島だな。香川県の高松、こっちはさぬきって言うんだったか。そこにも源氏は来るのか。さあな。ま、安心してろって。何が来ようとみんなが無事に暮らせるところを見つけてやるからさ。うん、わかった。頼むぞ帰りないほどの。あ、友盛、尼御勢と帝を御座船にお連れしてくれ。人使いが荒いぜ、帰りナイフ殿は。ま、俺も一眠りするか。参りましょう帝、母上。みんなが無事で過ごせるところか。どうやら例の計画、真剣に考えなければならない時期が来たようですね。そうだな。えい。うわ、ふふ、よく帰ってきてくれましたね、クロ。見事な働きでしたわ。鎌倉殿もさぞお喜びになるでしょう。すごい歴史変わったね。クスクス？あ、でもなんかクスクスはあったよね。鎌倉殿へ申し上げたいことでもあるのかしら。いえ、俺から兄上へ申し上げることは何も。その雅子様、戦から戻ったばかりで皆疲れているのです。頼朝様に良い知らせを届けられることを嬉しく存じます。本当に皆よく戦ってくださいましたものね。私はこの戦の守備を報告しなくてはなりませんから、鎌倉へ戻りますわ。ごきげんよう。クロさん、俺は正々堂々と戦いたかった。こんな後味の悪い勝利なんか俺は望んでいなかった。クロ、声が大きいよ。気持ちはわかるけどさ、もうちょっと声を沈めてくれよ。クロ、どのような形であれ勝利は勝利ですよ。福原を失った平家は今日の都への足がかりを失いました。それだけでも喜ぶべきことですよ。そうそう、みんな無事だったんだしさ、よしとしようよ。お前たちは良かった面を探すのがうまいんだな。少し頭を冷やしたいな。外に出よう。陣幕の外で聞いてたけど、すっかり正気気分かい？ずいぶん余裕があるんだね。どういうこと日野ゆく、何かあったの？まあね、熊野のカラスが気な臭い話を掴んできたんだよ。平家の内部で何か動きがあったのか。ご名と平家の中で極端なことを言い出してるやつがいてね、どうやら正面からの戦じゃ勝ち目がねえって言ってるらしいんだよ。戦場の外にも怨霊を連れ出して使うつもりなのか。察しがいいね。源氏の軍を支える町を無差別に襲うつもりだし。うわ、無差別に
町中で怨霊に人を襲わせるのさ、手当たり次第にね。そんなひどいこと絶対にやめさせなきゃ。狙われるとすれば京か鎌倉だな。その通り、さすがはリズ先生ってところかな。ついでに町を襲うのに使う怨霊を増やす計画もあるらしいよ。クリカラか。ご名答だよ、伝説の鬼は。千里眼でも持っているのかい。ま、今回の戦で負けたからって平家はおとなしくしてくれないみたいだね。平家がそんなことを計画していたなんて。これかな、熊野の情報網って本当にすごいね。まあね、何しろ俺がすごいからしかし、その話本当なのか。町を襲ったところで戦に勝てるわけでもないだろう。熊野の情報は信じていいと思いますよ。無茶な計画に走る者が出るほど平家も追い詰められているのでしょう。とりあえずみんなでこれからどうするか相談しましょう。どうしたのゆずるくん、気分でも悪いの。あ、すみません、お待たせしました、今行きます。巫女、早く。みんな巫女が決めるのを待っているよ。白龍、私が何を決めるって。怨霊との戦いではあなたの封印の力が頼りだから、これからどうするか決めるのは巫女がいいとみんなが思っているって。これからどうするか、考えられる選択肢は、京を守るか鎌倉を守るか、それとも栗からで怨霊を増やす企みを阻止するか。何これ一度に全部は無理だから、どこへ行くかだね。みんなの意見を聞いてみよう。え、全部見てみる。源氏の軍にいる八穂たちの意見はどうだろう。私が意見を聞きたいのは、じゃあ影時さんはどう思いますか。うん、正直なことを言えばやっぱり鎌倉が気になるかな。鎌倉には家族、いや、これは俺の個人的な理由だったね。俺の希望は気にしないで決めてくれていいよ。これみんな違うんかな、ちょっと気になるんで。じゃあ日の江くんとかどう思ってるか聞いてみよう俺の行き先は姫君の心のまま、お前の行きたいところならどこへでも連れてってやるよ。全然こんなんじゃ材料になりません考える。サクの意見もやっぱり聞きたいね。ああ、一番近いのは今日ね。ああ、真っ先に今日が狙われるんじゃないかしら。ああ、いや、そっか。待って、クロウさんもごめん、一応聞いてみる。ああ、鎌倉兄ね。ああ、じゃあごめん、多数決で自分がね、選んだやつなんで申し訳ないけど、4人の中の多数決2つで、鎌倉にしたいと思います。やっぱりお前もそう思うか。ありがとう、てりおちゃん。いや、いいんやで。そうですね、この世界の鎌倉を守るのも大切だと思います。おう、ゆずるくんもそうだったんかおう、白龍も。じゃあこれで決まりだね。お、お、新しくなった。鎌倉平家の暗躍。三谷先輩大丈夫ですか。影時さんの実家に行くことになったテルヨ、待ち構えていたのはもちろんのこと姑。次回、こっちの構えたちを譲る君は削ってください。よく削った方の勝ちね。はい、勝った。会話ある。てりおちゃん、見て見て、俺の会心の策、短冊に書いた和歌です。おお、読んで読んで。秋風にたなびく雲の絶え間より、漏れいずる月の影のさやけさでね。はあ、素晴らしい。どこかで聞いたことがあるような、ないような。左京の大部秋助の歌だよ。我ながうまく書けたと思うんだ。会心の策って歌じゃなくて字のことだったんですか。
歌を読むこともあるけど、どっちかっていうと書の方が好きなんだよね。書って気持ちを沈めたり精神集中するにはもってこいなんだよ。それで1枚でも2枚でもいいから、できるだけ毎日時間を作って書いてるんだ。へえ、なるほど。だからこんなに字が綺麗な字なんですね。達筆すぎて私にはほとんど読めないけど、テリオちゃんに褒められるなんて感激だな。そんなに気に入ってくれたなら記念にもらってくれ。え、全然いらない。はい、ありがとうございます。おお、かけときの書を手に入れました。いや、なになにこれ。ありがとうやけど。